よーし、やってまいりました。一から村。いましたね、えのきだ。よう、またおったな。桜田工務店の大工、えのきだだ。思い出した。俺もだ。何してんの？事例により、ここで一から村を作ることにした。村の名前は一から村だ。いいと思う。しかし、どうしたの？会社の在庫で家一軒建てられたものの、村を作るには何もかも足りない。例えば、人、物、金、手伝うよ。やめておけ。得することは何もない。いいから、助かる。じゃあ早速だが、人を呼ぶにも住む家が必要だ。なので、薪の束10本持ってきてくれないか？それだけやれば会社の在庫と合わせて新しい家を建てられるはずだ。はい。そしてさっき、140ぐらい持ってた薪の束がここで活躍してきます。さあ、まずは10本。はい、まずあげます。さて次なんだが、ここらの岩をどかして土地を作りたい。なので、ここの岩を壊せるような腕っぷしの強いやつを探してきてくれないか。腕っぷしが強いといえば、ゴロン族は真っ先に浮かび上がるが、と。そんなに都合よくいるもんだろうか、と。おっと、それから、桜田工務店の社税に乗っ取り、名前の最後がダーで終わらないとダメだ。めんどくせえ。めんどくせえ、それ。世界のどっかにそんなやつがいたら、この一から村に来るように言ってくれ。いなかったらどうすんねや。いなかったらもう終了やで、ここ。終了やで、ほんまに。マジで終了やで、ほんまに。言うで。言うで、もう終了で言うで、ほんまに。いや、おるようになってるんやろうけど。おらんかったらどうすんねんって。プログラマーのミスでいなかったらどうすんねんって。そんな話ですが。これ、桜田の家？桜田じゃないわ。えのき田の家かな。結構ちゃんと作っとんねんね。なんかマインクラフトとかで作りそうな家やな。四角の家。必ず家の軒先にこの鉄のハンマーを置きよんね。どういう飾りやねん。あ、こうついでに女神様お祈りできるな。ということで最後の克服の証を使いましょう。ハートの器を最後あげます。やっぱこれ頑張りの器もハートの器も両方満タンにはできないみたいですね。うん。さあこれで、あと3個というところまで来ましたね。ハートの器。だいぶ溜まりました。すべての祠を解放したからですね。うん。もう、安寧も、そのうち来ますよ、きっと。ということで、このミニチャレンジクリアのために人をかき集めてきます。で、まずは、ゴロン族のグレーダーというやつ。こいつを誘い込みます。グレーダーは、ゴロンシティの南の採掘所のとこにいるみたいです。ここかな？南採掘所。ここにいるみたいなんで、とりあえずゴロンシティに向かいましょう。ここがそうかな？ここが南の採掘所。はい、やってまいりました。ゴロン族に話しかけましょう。こいつの名前は？あ、グレーダーや、こいつや。君は？僕はグレーダー。見ての通り、採掘員ゴロ。毎日毎日、採掘採掘。嫌になったゴロ。僕はこんなところでくすぶってる場合じゃないと思うゴロ。この腕っぷしの強さを生かして人様に貢献できる仕事はどっかいないかな？あるよ、つって。ヒーローぶりです。え、あるゴロ？場所どこ？詳しく教えてよ。一から村。一から村？聞いたことないゴロ。詳しく教えるゴロ。うんうん。へえ。あっかれ地方。一から村。そこに僕を必要としてる人がいるゴロね。あっかれ地方ならここから近いゴロ。よし。
よし、善を急げごろ。お、言ってくれんだね。教えてくれてありがとう。早速、ププンダーと一緒に行くごろ。そうと決まりが？ププンダー行くごろ。よかったね。息子か？コロ？息子も下の一文字がダーでよかったね。二人とも行けたよ。息子が下の一文字がダーじゃなかったらもう行けなかったからね、あいつは。あいつはもう入村禁止ですってなるからね。ということで、増えましたんで。またその状態を見に行かないといけないみたいですね。また次なる人を探しに行きたいところではございますけれども。とりあえず市から村にもう一回行かないと、次の人探しが始まらないみたいです。なので一旦戻ります。で、しかも薪の束を渡さないと、建物も作ってくれないというところなんで。やっぱり毎度毎度、市から村に戻らないといけないと。ああ、建物増えてますね。で、岩をちょっと壊してくれてるのか。いや、ゴロン族連れてきたんだな。ありがとう。さすがゴロン族だ。確かな腕っぷし。すごい勢いで岩を撤去してくれている。名前もグレーダーとププンダーで申し分ない。岩を壊して、岩を壊したら出た鉱石をププンダーが売り始めた。また挨拶するといいだろう。さて次なんだが、もっと人を呼ぶためには住む家が必要だ。なので薪の束20本持ってきてくれないか。それだけあれば会社の在庫と合わせて新しい家を建てられるはずだ。会社の在庫そこそこあったんやんけ。お前最初の10個いらんやんっていう話ですけどね。ということで20渡します。さて次なんだが、一日中作業していたらすぐに作業着が傷んでしまってな。なので裁縫が上手なやつを探してきてくれないかと。裁縫が上手といえばゲルド族が、ゲルド族を当たればいるかもしれないが、そんなに都合よくいるもんだろうか。おっと、それから、桜田工務店の社税に乗っ取り、名前の最後がダーで終わらないとダメだ。世界のどっかにそんな奴がいたら、この市から村に来るように言ってくれ。ということで、ゲルド族で最後の一文字がダーのやつを探してこないといけないということで、鉱石を売っております。むちゃくちゃ高いな。むちゃくそ高いな。さすがやな。石の店ププンダイヤ、むちゃくそ高いわ。トパーズドイ、ルビーも高いやん。全部高いで。登るなんていけないことゴロ。怒られた。はいゴロ、何のよゴロ。お話ししよう。いいゴロ、何の話するゴロ。ここってこの村の岩壊すと鉱石が出てきたから、ここで売ることにしたゴロ。よくわかんないけど、デスマウンテンに近いからかな。とにかく取れたてほやほやころ。たくさん買ってころ。市から村はどう？寒いころ。ゴロンシティが暑すぎたってのもあるけどね。グレーダーは？兄ちゃんならその辺にいると思うころ。あ、でも兄ちゃん、南採掘場にいた時よりも楽しそうころ。岩をどかすのが早いって褒められたからきっと嬉しいころ。兄弟やったんや。ああ、ほんまや、その辺におったわ。ほんまその辺におったな、お前。おいーす。君か。見ての通りバリバリやってる頃よ。岩を壊せばえのきだに褒められるし、ちょっとだけ鉱石も取れるみたい頃。なので弟のププンダが、鉱石屋を始めたんで、また見てやってほしい頃。買わんけどな。さあ、ということで、続いては、ゲルド族の下の文字がダーのやつ。それが、このカラカラバザールにいたんですよね。なんか、カラカラバザール寄った時になんかチラッと言ったような気がするけど。そこにいるんですよ。なので、だからな、ここら辺から飛んでった方が早いんかな。とわからんけど、とりあえず、荒野の塔の上から飛んでみようか。早く砂漠に行けるかな。なるべく砂漠を歩きたくないという。そんな気持ちに駆られてますが。
こっちじゃない、砂漠。砂漠じゃない方向に行ってしまった。最大のミスだ。リップスじゃないな、こいつやな。寝てるか今。パウダ。やっぱ最後下段やった。寝とるか。起きろー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 。うるさいと。シンプルうるさいやつ。まさに2号こっから来れへんもんな。寝とんのか、尻尾をかけてんの。止まったん、やめたんか。やめんの。やめないで、諦めないで、諦めないで。ああ、釣りつけてんの。オスか、君は。君オスか、オスじゃないのか。どっちなんだ、どっちなんだい。やめたの。やめないで。また追うの。やめなかったね。いい子だ。尻尾を食べれば勝ちなんだね。何かしてよ。何かしてください。お願いしますよ。なんかせえ。なんかせえよ。よし、時間つぶぞ。じゃあ昼まで。よーし、昼になったぞ。なんかしてよ。うん。アイス振りまいてんな。あら、また、匂いつけてんの。オスなん？オスなん？メスなん？どっちなん？どっちなんだいっつって。このパウダね。サバーク。私は今日も、防衛犯というよ。お料理、お習字、お裁縫、バッチリなつもりなんだけど。ああ、どっかに私に似つかわしい防衛はいないかしら？いるよ。え、なになに？やぶから棒に、詳しく聞かせて。市から村のえのきだって人が作業着を作ろってほしいの？それくらいお安い御用だけど、あっかり町はちょっと遠いわね。でもここにいても拉致が開かないし、その市から村とやらで、防衛ハントかな。情報ありがとう。一旦お家で大きな荷物を取ってくるわね。じゃあ市から村で会いましょう。ということで、パウダが行ってきます。いい感じの BGM なるよね。旅立つときなんかいい感じの BGM 鳴らすよね。ということで、ついでに、モルトラジークの、やったっけ？肝を持ってるから、あれを渡しに行きましょう。サバーク。サバーク。あんたかい。旦那は、こんな私を可愛いって言ってくれた唯一のボーイなんだ。だから私は何が何でもモルダラジークの肝を手に入れないと。でも私の力では。これどうぞ。これってモルダラジークの肝を本当にもらっていいのか。サークサーク。こんな形でしかお礼できないけど、これ受け取ってくれないか。300ルーピーもくれた。これであの人もグス。よかったね。うん。早く準備しなさい。親切なハイリアのボーイよ。じゃ、バーイよ。そういえば名を聞いてなかった。リンクか。ボーイのごとくたくましい名だ。もし私にベビーができたら、きっとその名をつけるよ。
ということらしいです。こうしてリンクは受け継がれていく、そういうことでしょうか。そういうことだろう。待て、それは我が国の宝、雷鳴の兜だ。いくらお前といえども気安く触れることは。まあ落ち着けビューラ。お前この兜が欲しいのか。欲しい。そうか。しかしいくらお前が恩人でもこれだけはくれてやることはできんのだ。だがお前が立ち向かおうとしている相手はウルボザ様の仇。お前が心から望むなら貸してやらんこともないぞ。ぜひ貸してください。ではお前の本気を見せてもらおうか。この兜はこの国の宝、民からの信頼も得てもらいたい、悩みを持つ民をすべて救い、この町にまごうことなき平穏をもたらしてみよう。ほう、あ、なんか変なの来た。お前の力は確かなものだ。しかし力だけでは民は救えぬぞ。へえ、そんなミッションが。雷鳴の兜を身につけ、お前と共に戦った時名前を呼ばれた気がしたんだ。ルージュとな。ふふ、この名で呼ばれたのは久々よ。あの力強く温かく包み込むような声の主はウロバザ様だったのかもしれないな。いくらお前でも族長様の所業許せん。族長様へその所業か。呼び捨てで呼んだからか。ふふ、まあいいではないかビューラ。たまに名を呼ばれるのも悪くないものよ。ということでございました。許可が出ました。名を呼んでもいいみたいですよ。で、そのミニミッション、なんかミニミッションを減らすつもりできたのに増えてもうたやん。すべて解決すればいいのか。じゃあこれやる？ゲルドの至宝、雷鳴の兜。ついでにやっとこうか。これは村の人の悩みを解決するということで、一個はさっきやったモルドラジークの疑問ってやつですね。で、あと、バレッタを探してっていうミニミッションと、犯人は誰だというミニミッション、さらに、お宝はお好き、じゃあ宝石はお好きという、そのミニミッション、3つ、まあ4つですね、4つのミッションをクリアすればいいということみたいです。で、さっきモルドラジークの肝をやったから、続いてが、犯人は誰だというやつ。これは、フルーツ畑を作ろうとしていたティクル。これが依頼人みたいです。これはあれだね、フルーツ畑をこっちで作ろうとしてるちっちゃい女の子。この子の話を聞けばいいと。泣いてるやん。もはや泣いてるやん。ああ、外国のお姉ちゃん、バーサーク。ティクルね、フルーツ畑を作るためにね、ゴミを拾ったり、草を抜いたり、土を耕したり、ずっとお世話してきたんだ。なのに、ゴミがたくさん流れてきて、水場が使えなくなっちゃったの。水が使えないと、もう畑作れないよ。犯人は誰だということみたいです。すごいね、水の流れがすごい。ということで、この水の上流行きましょう。そこに犯人がいるはずです。で、まあ大体知ってるんですけど、このゴミのせいですね。このゴミのせい。こんなところでメロン食ってるやつはもうあいつしかいないよね。うん。ってことで、あいつを叱責しましょう。俺はこの野郎お前、ああ何よあんた、そんなに 見られてちゃ食べづらいじゃない。あっち行きなさいよ。実はゴミ、小さなパイが困ってる。急にそんなこと言われても私が何しようと自由じゃない。そんな目で見ないでよ。わかったわかったよ。その代わり一つお願いがあるの。私一度でいいからイチゴが食べたいのよね。
いちご持ってきてくれるならメロン食べるの我慢してあげてもいいよ。いちごはゲルド高地の降雪地帯に生えるんだけど、険しい場所も多いし、なかなか取れない希少な果物だから市場にも出回らないのよね。あ、ちなみに1個とかじゃお話にならないからね。そうね、10個ですね。はい、知ってました。で、その10個は持ってますんで、私10個ぐらいのイチゴは持ってるんですよ。ほら、25個も持ってる。ちゅうことであげましょう。ちょっとゴミ捨てないで。もうゴミやめて。その子に悪いと思うけど、イチゴ10個持ってきてくれない限りは食べんのやめないわ、やめらんないわ、ということで持ってきました。10個あげます。甘ーい。じゃ甘ーいって言わなあかんねんな。糸田風に笑う。これがイチゴか。美味しい上にゴミも出ない最高のフルーツだわ。下手ごと食うんかこいつは。これさえあれば他の食べ物はもういらないかも。でもその子には悪いことしちゃったね。自分の欲が満たされたら自分がどれだけひどいことをしてきたのか気づいたよ。ちょっとゴミ片付けてくる。あんたには世話になったね。サクサク。おお、無尽蔵に出てくるメロンが消えたわ。犯人は誰だが、とりあえずこれで解決かな。一応あの女の子に話しかけた方がいいかな。どうも。あのね、知らないお姉ちゃんがゴミ掃除手伝ってくれてね、水場がすっかり元通りになったんだ。お姉ちゃんがゴミのことを話してくれたんでしょ。サクサク。あ、そういえばお掃除のお姉ちゃんからひんやりベロもらったんだ。お姉ちゃんにもあげるね。ティクルのこと心配してくれたお礼だよ。そないいらん。そうそう、お掃除のお姉ちゃんからイチゴもらったんだ。だからね、それを植えてね、ティクルの畑をイチゴ畑にすることにしたんだ。お姉ちゃんならいつでも食べに来ていいよ。楽しみにしててね。ということで、イチゴ畑になるみたいです。しかし、こんな暑い砂漠でイチゴは育つんでしょうか。わかりません。私にそれはわかりません。ということで一つ解決。で、もう一つが、宝石はお好きというミッション。あ、これクリアしてますね。あの、ジュエリーショップがオープンするお話ですね。それのやつ。これはクリアしてます。で、次、バレッタを探して。あら、ティクルが走っとる。ほっほー言いながら、ほっほーって言いながら走って。何やろ、数取り侍やってんのかな。めちゃイケの伝説のワンコーナー、数取り侍やってんのかな。ここね、この店。この店やったっけ。あ、じゃあホテルオアシスじゃないわ。こっちか。ジュエリーの店ね。ジュエリー、スターメモリーズ。うん。ここがオープンした話。これはクリアしてるから、あとは兵士ですね。兵士のお悩みがあるみたいなんで、そっち行きましょう。誰かな？この人か。なあなあ。なんだと？またバレッタが帰ってこないだと？今度は南西の方にある巨大化石を調べに行くって。一応止めたんですけど。止まってないからここにおらんのだろう。確かに。でもあの辺はモルドラジークがいて危険だし、さすがに行かないかなと。そうそう、それにあの辺りは極小地帯ですし、私たちの装備では長くはいられませんし。バカモン。あいつにそんな危機管理能力あるわけないだろう。つい先日も先走って賊に捕まったばかりだろうが。ああ、バレッタも、バレッタならお前たちもお前たちだな。しかし、なんであいつはこう何度も何度もトラブルばかり起こすんだ。つうことで、すっげえ熱い地帯、バレッタが行ったというところなんで、そこに行きたいんですが、まずは、その前に、このバーのお話を盗み聞きしたいんですよ。どっかから聞けないかな。こっから聞ける？いける。
さっきのハイラルの場合何だったんだろうね。そんなことよりさ、早く教えてよヤイドラ。そうそう、合言葉ね。 GSC 資格なんだって。サジュの話を盗み聞きしたから間違いないよということで、とりあえずスクリーンショット撮っとこう。ゲルドシークレットクラブで GSC か。なるほどね。でも最後の資格は何なんだろうね。うん、さあ、はい、これで聞けましたね。でこの秘密クラブのところに入るとなんかショップがあって、そこにすごい暑さをしのげる服が売ってるらしいんですよ。なので行きましょう、そこに今から。ゲルドシークレットクラブね。ゲルドシークレットクラブで資格、ふふ、どうぞ中へ。はい、お店オープンです。おや、お客さん新顔だね。ん、ふふ、これまたとんだ珍客が来たもんだね。まあうちもすねに傷がある身だからね、互いに詮索はなしってことで。もうお客さんはうちの会員様だ。これからもごひいきに。秘密クラブの秘密に到達しました。サーバーサーバー。ここは、ここではいつでもサーバーサーバーよ。ここは？ここはゲルドシークレットクラブ。通称 GSC。この街でボーイの、じゃあ、ボーイ用の服を買えるのはうちの店だけ。まあ、この街では違法だけど、意外と需要があってね。お客さんみたいにバーイになりすました人はさすがに初めてだけど。うふ、すねに傷を持つ者同士、今後もごひいきにと。ということで、これが厚さガードがついてますね。そう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 、こういうのを買わないと多分いけないんですよ。これは何？その服はね、夜光石を使った特別製なの。それが欲しいなら素材と交換よ。手数料もしっかりいただくけどね。まあ手数料がかかるのか。夜光マスクってこれどこに需要があるのこれ。言うてもうたけど、夜光スーツってこれどこに需要があんの、ほんまに分からんわ。わしには分からんで、これはこの感性は持ってないわ。そんな GSC やったっけ、ですが私が買えるのはズボンか。ズボンだけ買っとこうか。氷の力を宿すサファイアが使われており、その加護により対処効果。で、これ買っとこうか。ここにしかない貴重なものだから大切にね、ということで。じゃあ、まあ、とりあえずこれを履いた状態で、行きましょうか。なんてやつだったっけ。どこだ。まあどこだったか忘れたけど、とりあえずそいつを探せと。探せということで、探しに行きましょう。南西の巨大化石やからここですね。もうここ、ワープしようか。めちゃくちゃ楽をしようとしている。巨大化石やから、まあ多分そこなんでしょう。そこにおるんでしょう。じゃあ装備買わんでもよかったかもしれないね。いつどこで何が必要になるかわからんもんですね。さあどこにいるんでしょう。どっかにそれっぽいやつおる？ザラシはいっぱいおる。
砂ざらしはおるけど、そいつがいないな。ゲルドのそいつがいないぞ。どこ行ったん？干上がってんのかな。あれっぽいな。いたぞ。何しとんねん。あ、砂ざらしも遊んどんの、ほんま。あなたは妖精さん？それとも私を天国に連れて行ってくれる天使様？目が霞んできたわ、もうダメかも。しかして。ああ、最後にマックスドリアが食べたかったな。マックスドリアン、マックスドリアン。あ、天使様、私を天国に連れて行く前に、ドリアンを、マックスドリアンを一口だけでも、あげますよ。持っててよかった。ああ、あなたのおかげで生き返ったわ。やっぱりここにいろんな姿で来るのは無謀だった、ああ、こんな姿で来るのは無謀だったわ。で、あんたもよくそんな装備でここに来られたわね。ああ、とりあえず疲れたし、私はもうちょっと休んでから帰ろうかな。パイセン怒ってたよ。ええ、ってことは抜け出してることバレちゃったってこと？やばいやばいやばい。やばい、先に戻ってるね。じゃあ、バーサーク。戻りました。それはまあ、夜ですから、なんなら寒くなるぐらいですからね。そらこんな砂漠余裕で来れますわ。ちゅうことで、無事クリアです。もうなので、ゲルドの町戻って、それで、もらえるんじゃないかな？これでお面が、兜か。兜がもらえるんじゃないかなと思うんですが。お、まだ寝てなかった。雷鳴の兜を身につけ、お前と共に戦った時、名前を呼ばれた気がしたと。ふふ、まあいいではないか、ビューラ。たまには名を呼ばれるのも悪くないものよ、と。あれ？まだ足らん？あれ、なんかやってなかったっけ？バレッタを探して。あ、そっか、まだ解決はしてないか。もう戻ればええんか。これ解決すればいいんだね。戻ったんかな、バレッタ。まったく、あ、おう、勇気あるボーイよ。バレッタから聞いたぞ。お前が見つけてくれたんだってな。なんでも、ボーイのごとく頼もしかったと言ってたぞ。お前がゲルドの場合なら、ぜひともうちの隊に来てほしいものだよ。とにかくこれで私もなんとか隊長に咎められずに済みそうだ。疲れただろう。これは礼だ。市場で好きなもんでも買ってくれ。100ルピーです。いや、これじゃあ GCS では買えないんだよね。ゲルドシークレットのやつでは買えないんですよ。100ルピーじゃ足りないんすよ。お前の働きはわらわの耳にも入っておるぞ。民の笑顔を取り戻してくれたようだな。おさとして改めて礼を言わしてもらおう。サークサーク。お前は我らゲルド族の友だ。友の危機を救えるのであれば、喜んで神器を預けよう。ということでゲットです。雷鳴の兜ゲット。雷向こうになります。ゲルド族に神器として伝わる兜。一切の電撃を弾くとされ、その力を正しく扱えるのはゲルドの族長だけと言われる。お前ならこの雷鳴の兜、ウルボザ様の力を誰よりも使いこなしてくれると信じているぞ。ありがとうございます。いろいろあったが、お前には本当にお世話になったなと。英傑の武具は、雷鳴の兜に続くゲルド族の宝、なかなか手に入らない一品だ。武具に何かあればすぐに申し出るんだぞ。そのことですが、言い訳はいい。ともかく七宝のナイフを失った。と、そういうことだな。はい。ぶっ潰しちゃいました。まったく族長様から授かりし品をなくすとな。お前というやつは。まあいい。それでお前はどうしたいんだ？貴重なナイフを作るにはダイヤモンドが1個、火打ち石が5個、それにゲルドのナイフが必要だ。作ってください。それでゲルドのナイフはどうした？ゲルドのナイフ持ってないですね。どこ行くん？
族長としての役目は今日はもう終わりだ。ナボリスがまだ暴れていた頃は寝室でゆっくりする時間もなかったが、お前のおかげで今は自分の時間が取れるようになった。感謝してるぞ。ということらしいです。よく似合ってるではないか。大きさもまるであつらえたようにぴったりだな。しかし見ておけ。今のわらわにはまだ少し大きいが、あともう少し時間が経てばその兜が似合う場合になるはずだ。その時にはその兜は返してもらうからな。だから、ウロバザ様の仇を倒したら、それを返しに必ず戻ってくるんだぞ。風俗と、はい、はい、終わりですね。はい、よかったです。これも男としてバレんかな、これ。サバサーバ、やはりお前はただの場合ではなかったようだな。真珠が荒れてからというもの、族長様もビューラ様も、険しい顔をされていたが、今なんと穏やかなことか。ルージュのことを教えて。無礼者、様をつけんか、様を。族長様はまだ幼い身でありながら、我らに心配かけぬよういつも気丈に振る舞われているが、上の寝室から時々無邪気な声が聞こえてくるんだ。寝室にいらっしゃる時だけが族長様が子供に戻れる時などだろうなと。お前、ビューラ様を呼び捨てにするなど、なんと恐れ多い。そんなことがビューラ様の耳に届いたら、さすがのお前でもただでは済まさんぞ。ビューラ様は実はこの町一番の槍の使い手なんだ。私はビューラ様のようになりたくて幼き頃より槍術を鍛錬してきたんだ。オーラがすごすぎてまだ近づくことすらできないか。だそうです。そんな強いんや。ルージュだか？ルージュだか？盗み聞きしてやろうと思ったんや。盗み聞きをしてやろう。幼い声がするということで、盗み聞きしてやろうと思った。族長様からお許しが出ている。お前はいろいろ特別だそうだ。いろいろ特別なもんで。すごいゆったりと登りますね。すごいゆっくりと登りますねって。存在を隠しておく。幼い声がするらしいから。バレてない。まだバレてないです。砂ざらし人形などで喜んではおらんぞ。わらわら、そんな子供ではないからな。わらは忙しいのだ。それに、いくらお前とはいえ、こんな時間にバーイの寝室に来るのは、さすがにあれではないか、つって。あれ？なんかおかしいな。ピントが合わないけど、なんかおかしいなって。何の絵？眺めるだけの愛しさってあるの？人形を眺めるだけの愛しさっていうのはあるの？存在するんだ、このように。めちゃくちゃ隠すな。めっちゃもう後ろ向いた瞬間やっとるやん。何して遊ぼうか言うてるで。夢中すぎるやろ。何して遊ぼうか言うてるで。何して遊ぼうか言うてたやん今。見てたでわし。お、寝るか。ついに寝るか。どっか行った。寝ちゃうんか。寝るんか。お祈りか。お祈りしてるんか。お祈りしてるな。母様入ってるわ。カカ様もウルボザ様も形はなさずとも魂はわらわと共にある、この
お前をこの町に導いたのもきっと、夫婦、えにしとは不思議なものよの、と言うております。まだ寝ないんだ。もう12時50分、55分やで。はよねえ。自分の時間ができたとはいえ、はよねえ。乗ってまうで、これ、お前。乗ってジャンプしてまうで、これ。乗ってジャンプやで。乗ってジャンプするで。ベッドには乗れないようになってる。はよねえよ。